だからやっぱり2人で受け渡しが必要なんちゃいます、山根さんのところから。そうだね、これ多分こっち側にいかんと、いやもう そこからロープ投げて、例えば出崎さんに受け取ってもらって、うん、送りながら それは結構ヘビーやと思いますわ。いや、干潮から今上がり始めてるところ。